からでも、その時点からでも全業はできるもんでございます。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様は天罰あるいは因果応報という言葉の意味ご存知でしょうかね。そしてその恐ろしさについてはいかがでしょうか。それは自分がした行いの結果として全ては自分に返ってくるというね、もうこれごまかしのきかない宇宙の真理、宇宙の法則といっても過言ではございません。仮に誰かに嘘をついた、人を騙した、誰も見ていないところで何か悪いことをしたら必ずその報いを受けることになるという宇宙の断りのことでございます。自分で意識するしないに関わらず、良い行い悪い行いの結果というのは自分でも気がつかないうちにね、その報いを受けてしまっているなんて可能性だってございます。でもこういう話をしますとね、いやそんなのただの思い過ごしじゃないのとかね、こじつけで何とでも言えるでしょうなんて思われる方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は天罰因果応報の意味とかその恐ろしさをあまりご存じない方にもご納得いただけるようにね、天罰因果応報の本当の恐ろしさについて解説させていただきたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またかんちゃん住職の書籍、魂に合い開運、そして香りのある日常をということで、邪気払いや先祖供養などにお使いいただける白檀のお線香4、5個、ただいま絶賛発売中でございます。これらで、ね、お求めの方は概要欄をご確認くださいませね。それでは今回もですね、こちら4、5個を1本炊きましてね、お話を始めさせていただきたいと思います。では行ってみましょう。ではまず天罰とか因果応報とは一体何かということなんですけれども、自分がした行いの原因は自分がした通りの結果として自分にそっくりそのまま返ってくるということなんですよね。一般的には悪いことをしたら悪い結果として報いを受けなきゃいけないというね、そういった意味合いで使われることが多いんですけれども、因果応報というのは悪い行いばかりではないんです。良い行いをしたら良い結果として自分に返ってくるという意味合いでもね、これ使われる言葉でございます。因果の道理といえば、それは仏教の悟りの一つとされている考え方でね、原因があるから結果があります。因縁と因果なんて聞きますとね、悪いことを想像するかもしれませんけれども、良いことも含めて因縁因果と考えます。つまり良い原因は良い結果をもたらしますし、悪い原因を作れば悪い結果をもたらすという意味で、原因と結果は常にこれつながっていると考えます。これは原因と結果の法則として一つの真理とされております。良い種をまけば良い結果が起こるという善因善果、悪い種をまけば悪い結果が起こるという悪因悪果、自分がまいた種が自分に返ってくる、戻ってくる自因自果というね、この3つの形がございますけれども、この3つに共通していることは、自分に返ってくる結果は全てもともと自分がまいた種からその結果を生み出しているということになります。これが原因と結果、因果の法則でございます。自分に返ってくるものは全て自分が蒔いた種の結果としてやってくる。これが天罰因果応報の根本的な考え方となります。これは当然ね、これ人間関係でも言えることでしてね、誰かを傷つけるような行いをした人にはその後必ず天罰という形で自分が人に行った報いを受けることになるもんでございます。因果の真理はいつどこにいてもどれだけ時間が経過したとしましても、その性質は絶対に変わらない、切っても切れない、切り離せないね、そういった関係にあるというのが真理だと言われております。だから幸せを望むならね、幸せな行いを積み重ねていかなければね、幸せにはなれないということになります。今現在考えていること、今現在行っているその行動が近い将来の自分の未来を作り上げる原因になるわけです。原因と結果の法則をスピリチュアル的には引き寄せの法則とも言ったりしますけれども、まあ、これもね、同じ真理の法則だと思われたらよろしいかと思います。例えばこういうご夫婦のご相談を受けたことがございます。そのご夫婦は40年以上一緒に寄り添ったご夫婦だったんですけれども、旦那さんの奥さんに対する亭主関白ぶりとね、まあ、いわゆるモラハラなんですけれども、奥さんに暴言を吐いてはいつも自分を正当化して奥さんのことを認めなかったりですとかね、子供が小さい時にはこの子供にね、その奥さんの悪口を言って聞かせて洗脳させては自分の良いように子供を利用していたりとか、挙句の果てにはその奥さんが信仰する神様仏さんに対してもね、これバカにするような始末、その旦那さんのご先祖様に対するご供養も嫁いだその奥さんがしっかり行っておられて、夫本人はもう墓参りどころかね、お仏さんにも手を合わせない状態でした。
そんな夫婦関係の中で夫は奥さんに対して DV 騒ぎを起こして警察沙汰にもなったことがございます。そんな自分勝手でわがままし放題の夫との生活をね、これずっとね我慢してこられた奥さんもね、子供たちがそれぞれ所帯を持ったそのタイミングを見計らって離婚を決心なさいます。離婚した後の旦那さんっていうのはもう悲惨な末路を迎えることになりました。定年を迎えた旦那さんは職もなければ友達もいない、そして奥さんや子供たちにも見放されて毎晩のように悪夢に襲われているようでございます。それも先に亡くなったお父様が現れてね、そんな夢の中で親先祖に感謝して生きよう、ご縁ある人に感謝して生きようというメッセージをねずっと伝えてこられたそうでございます。頭がねもうおかしくなりそうになった旦那さんは元奥さんの存在の大きさにその時気がつかれてね、よりを戻そうと必死に懇願するも時すでに遅しです。奥さんはもう毎日届く何通ものメールをブロックしてもうすっきりなさっています。その DV モラハラという名の異様な嫉妬とか束縛から解放された奥さんはホテルの清掃員としてパートをしながらこれまで興味のあった趣味に興じておられてね、自分らしい人生を歩み始められております。そしてこれまで40年以上苦しんでこられた自分の経験を生かされてね、同じように悩んでいらっしゃる人の気持ちに寄り添う、そんな心のケアをボランティアとして行ってね、そういうような活動もなさっておられるようでございます。私自身はそのお二人それぞれのねご相談を別々に伺っては、それぞれが行く道を一緒にね今現在模索させていただいております。私はそれぞれのお話を伺うたびに、これはねやっぱりこの天罰因果応報というのは嘘のつけない、そういった心理がね私たちの人生に働いているということに改めて気づかされる思いがいたします。旦那さんにはね親先祖への感謝の気持ちを手向けながら、自分の身の回りにおられる人への感謝の気持ちを育んでいかれることをねもう心から勧めております。これまでは自分勝手で奥さんのことも顧みなかった、そんな気遣いをしてこなかったことにね今初めて気がつき始められた旦那さんでございますので、これからの人生はね少しずつね好転していくことだろうというふうに思っております。最初はねもう頑固で聞く耳も持たなかった様子だったんですけれども、もうね周りの人への感謝の気持ちを持って今は人に接するようになさっておられるようでございますので、これからの旦那さんもね人生も少しずつ変わっていけるというふうに思っております。例えばこのボールをね壁に向かってポーンと優しいボールを投げれば、優しい球がコンコンコンとこう返ってきますよね。でもその壁に向かって思いっきりバーンってね強い球を投げれば、勢いよく自分に壁に当たって自分にポーンと跳ね返ってきます。もう自分に向かってくるその飛んでくるボールの勢いっていうのは、自分が投げたそのボールの勢いがそのままね巡り巡って返ってきてるだけですので、優しいボールを返っておいてほしいと思えばね、自分が優しいボールを投げなければいけません。これはまさにね自業自得ですよね。それが因果応報という心理ということになります。じゃがいもの種を植えればじゃがいもの芽が出てきます。人参の種を植えればキュウリが出てくることはありませんよね。目の前に現れる結果というのは自分が出したもの、それがそのまま返ってくるというのが因果の法則ということでございます。そんな因果の法則を理解できなければ仏教も理解できないと言われているくらいね、仏教では本当に大切にされている真理の一つでございます。お釈迦様はこのようにおっしゃいます。因果応報は必ず自分に返ってくるものというふうにカッパされております。自分の行いが良くも悪くも必ず自分に返ってくるということなんですよね。自分が取った言動がその後の結果という原因の種となって、その種をまいた事実というのは、それが善行であろうが悪行であろうが二度と消せない事実として魂に刻み込まれていくものでございます。これが天罰因果応報の持つ本当の恐ろしさでもあると言えます。さあということでですね、因果の道理というものをイメージされたところで、原因の種を摘み取らなければ二度と消えない因果応報が天罰となって必ず返ってくるという恐ろしい可能性について、ここからねご紹介させていただきたいと思います。では行ってみましょう。天罰因果応報が持つ本当の恐ろしさ5選。1つ目、人を傷つけた人の周りからは人がいなくなる。自分さえ良ければそれでいいと思う気持ちから人を傷つけてしまった場合、その傷つけてしまった人の心のケアをしておかなければ、結果的にあなたの周りから人は誰もいなくなってしまうことでしょう。誰もが人を傷つけるような人とは付き合いたいとは思わないですよね。自らの悪行がカルマとなって人を傷つけた人は孤独の世界に陥ってしまいます。そうやって同じように自分も傷つけられることになってしまいます。
まずは人を傷つけたことに気がつくこと、そして傷つけたことを反省すること、これができなければあなたはこれから付き合う相手の心をことごとく傷つけていくことになろうかと思います。傷つけた人の気持ちに寄り添えずに平気で人を傷つけた人というのは誰からもね、これ信用される、信頼されることはありません。早かれ遅かれ孤独という天罰を味わうことになるでしょう。天罰、因果応報が持つ本当の恐ろしさ5選、2つ目、罪悪感に苦しめられる。人を傷つけたり悪いことをした自覚があるにもかかわらずね、そのことを反省もせず謝罪もしないような人、何事もなかったように涼しい顔をしてその場をやり過ごすような人の末路には罪悪感という天罰を味わうことになるでしょう。悪行を犯したことがね、これ誰かに見られていたかもしれない、いつかバレるかもしれないというそんな不安を抱えながら日々の生活を送ることになると思います。まあ極端な話、指名手配犯なんて人たちっていうのは警察に捕まらないように自らの顔を整形したり戸籍まで変えながらね、誰とも付き合わないで人の目を気にしながらひっそりと怯えながら日雇いの仕事なんかをしながらね、その日暮らしで命をつないでいたなんて人も少なくありませんよね。ある意味地獄のような生活だったと思います。また例えばね、人が持っているものをね、これいいなぁ、欲しいなぁなんて思っていたら、ある時魔が差してしまって、気づけばその人のものを無断で拝借していた。そんなことがあったとすれば、すぐに本当はね、これ謝罪して持ち主に返せばいいものをね、せっかく盗めたんだし、このまま自分のものにしてしまおうなんて甘い考えを抱いてしまえば、それを人前で使うことはまずできません。それどころか誰かに見つからないようにね、ビクビクしながら持ち歩くことになるでしょう。まあ何にしてもね、悪い行いがいつか自分に返ってくるんじゃないかなっつってね、不安で仕方ないと思いますし、いつまでもその罪悪感に苦しむことになるでしょう。天罰、因果応報が持つ本当の恐ろしさ5選、3つ目は幸せを失う。ネガティブな言動によって人を傷つけてしまった場合、ネガティブな引き寄せの法則が働いてしまって、自分も同じように人から傷つけられてしまうことになります。もしくは自分の周りから人がいなくなって人とのつながりを失うことになります。誰からも好意を持ってもらえずに、気にもしてもらえずに人とのつながりを失ってしまえばね、そこに幸せを感じることはできなくなります。ネガティブなエネルギーは同じように負のエネルギーを引き寄せてしまって、人間関係も孤独の沼に陥っていくことになるでしょう。孤独の世界というのはね、人と人で紡ぐその絆とか友情、そして愛情を注ぎ合うことでしか感じることのできない幸せ、いくらお金を積んでも手に入れることのできない幸せを失ってしまうことになります。そうやってまた卑屈になってしまってね、ネガティブな言動を繰り返しながら人を傷つけていくようですと、ますます運気を下げてしまって完全に幸せを味わうことができないというね、そんな天罰が下ることになるでしょう。天罰、因果応報が持つ本当の恐ろしさ5選、4つ目、時間差がある。物事には時間を要する問題もあれば、さほど時間もかからずに即解決できる問題なんてものもありますよね。そしてこの因果応報も同じなんです。その出来事によってはすぐに結果が出るものもあれば、時差を持って結果が現れるものもあるということでございます。中にはね、こう悪事を働きながらうまく人生をね、こううまく渡り歩いているように見える人がね、やたらと目につくことがあるかもしれません。そういう人をね、目の当たりにしておりますと、いや因果応報なんてないんじゃないのなんてね、不審に思うことでしょう。でもね、必ずね、結果は現れるもんでございます。天罰というのはすぐに返ってくるわけじゃなくて、時間差で返ってくることもありますのでね、まあ一見するとね、あの時の行いが今返ってきていることに気づけないなんてこともあろうかと思います。自分の悪事に気づけないし、自分の言動を顧みながら気づこうともしませんので、結果永遠に悪い行いを繰り返しているなんて人もいるでしょう。そういう悪事を働いている人、嫌な人がね、あなたの周りにいて、今現在あなた自身が悔しい思いをされていたとしましてもね、これ泣き寝入りすることはございません。その相手に因果応報が返ってくるのはもう近い将来ではなくて、もう数ヶ月後かもしれません、あるいは数十年後なのかもしれません。その人に会った一番効果的なタイミングで、それこそね、忘れた頃に特大の因果応報の結果が変えるなんてことがございます。そしてその悪事を働いてきた人は、なんで自分ばかりが不幸続きなんだ、不運続きなんだと思って嘆くことになるといった結果をね、味わうことになる可能性大だと言えますよ。
因果応報にはそうした時差があることを知っておいてくださいませね。そんな長い時差を経て帰ってくる報いにはいくつかの特徴がございます。例えば時間が経てば経つほど巨大なブーメランとなってものすごい勢いで本人に返ってきます。逆にすぐ返ってくるような因果応報というのはね、とりわけ被害が小さいようにも感じます。因果応報のそのタイミングというのは神仏様のみぞ知るというところですし、あなた自身が手を下すことはございません。すべては因果応報にお任せをして、あなたはあなたらしい良き種まきの日々をね、意識しながら過ごしてまいりましょうね。その良き種が実るのも 100% の結果としてあなたに必ず返ってきますからね。ただしその見返りを期待せずに神仏様にそのタイミングをお任せして、心安く善行の日々を過ごしてまいりましょう。天罰因果応報が持つ本当の恐ろしさ5選、5つ目、自分に返ってくるとは限らない。天罰因果応報というのはね、厳密に言えばその本人に返ってくるんですけれども、直接その人自身に返らずにその人と深い関係、間柄にある人のもとへね、罰が当たることで間接的に苦しい結果を味わわなくてはいけないなんてこともございます。中国は中東から晩唐の頃に活躍した詩人でね、白楽天、別の名を白居易と呼ばれた方がおられました。そんな白楽天というのはね、学のない小さい子供からね、お年寄りにも分かるような、そういった平易な例えでね、それでいて人の心を揺さぶるような詩をね、たくさん残されておられます。そうした作品の中に燕の詩というね、因果応報を上手に説明した歌がございます。かいつまんでご紹介させていただきますとね、ある燕が巣を作って4匹のヒナを産みました。そんな4匹のヒナのために親鳥はね、毎日せっせとね、餌を取ってきてヒナたちに食べさせてあげるんですけれども、ヒナたちは成長期でね、食べても食べてももっと欲しいと泣き続けました。親鳥はくちばしやその爪が折れそうになりながらも、たとえ自分が餌を食べていなかったとしても、その可愛いヒナたちのために餌を取ってきてはヒナに餌を食べさせてあげておりました。そうやってすくすくと成長したね、そしてまん丸に太った、大きく太って成長したヒナたちに比べてね、一方の親鳥というのはどんどん痩せ細っていきました。そんなある日、羽が立派に育ったヒナたちをね、木の枝に連れて行きますと、ヒナたちはみんな風に乗ってね、親鳥のことをもう帰も振り返りもせずにね、思い思いに自由に飛び立っていってしまいました。ヒナが成長してくれたことに喜びを感じながらも、ヒナのいなくなった寂しい巣に戻って夜通し泣き続ける、そんな悲しみの日々を過ごすことになりました。そんなツバメを見て白楽天はこのような詩を書きます。ツバメよ、悲しむことはない。自分自身もヒナ鳥だった時を思い出してみよう。あなたも同じように飛び立って親を置いて自由に飛び立っていったではないか。その時の親の寂しい気持ちを今日まさに知るのだと言ってね、自分が同じ体験をすることで因果応報が時間差を持って自分の身に返ってきたという道理を説明されています。こういったことっていうのはね、こう私たちも言えることでしてね、例えば反抗期とか成長期の子育てに苦心なさる親御さんはたくさんいらっしゃいます。ただそんな子育てに苦しみ悩むことで、両親が自分を育てるのにどれだけ苦心なさったことなのか、それをね、身をもって知ることがありますよね。また例えばもう実家暮らしの学生時代にはね、炊事洗濯家事万般など自分の身の回りのことっていうのは、もう母親あるいは親御さんが全て整えてくれていたのが当たり前だと思っていました。ところが自分も社会人となっていざ一人暮らしを始めてみれば、炊事洗濯家事万般の全てをね、全部自分でやらなきゃいけない、これは当たり前のことだしね、頭で分かっていた。でもこの時に初めて身をもって親への感謝の念が湧くなんてことがございます。全ては当たり前じゃなかったんだっていうことをね、身をもって知ることになりますよね。これがね、実家暮らしの時から自分のことは自分でこなしていた人なら、もうすでに感謝の気持ちを持っていたでしょうし、当たり前でないこともね、これ親の気持ちを知る機会があったことだろうと思います。そうやってその人その人の環境に応じて早かれ遅かれその事実を知るタイミングが訪れますし、これまでやってきた結果というのは今すぐに出るとは限らないんですけれども、でもそれは必ず現れるもんでございます。いずれにいたしましても、時間を経て、それも数年、数十年、場合によっては前世から背負ってきた因縁を今解消しているなんてことも考えられます。これを業とかカルマといって、因果の因、原因の部分ですよね。行いや考え方の部分です。
私たちは前世からのカルマを持って生まれてきているというふうに教えられます。前世でどんな行いを積んできたかによって現世での環境が大きく変わることがございます。例えば前世で人に寄り添って多くの人を助けてきたという過去がある人であれば、今世では不思議と人に助けられる機会が多かったりですとか、人との出会い、ラッキーな出来事との出会いに遭遇するなんてことがね、頻繁に起こったりすることもあるでしょう。そうやって前世の良いカルマに助けられているケースもあろうかと思います。これが逆にね、悪い行いを繰り返してその罪を犯し続けてきた過去があるとすれば、その報いの結果として現世で苦しんだり辛い経験をさせられるなんてこともあるのかもしれません。それは全く同じ経験じゃないにしてもね、良い行いには良い報いが訪れ、悪い行いをすれば悪い報いが訪れるとするならば、前世から背負ってきた問題がね、現世で解消されているということも十分考えられます。まあ、そうやっていずれ自分に結果として降り注がれることになるというのは、これね、因果の法則でございます。場合によっては自分がした行いの天罰が自分自身にではなくて、自分が大切にしている子供、あるいは孫たち、あるいはパートナーに間接的に返ってきてしまう場合があるということをね、ぜひ皆様ね、肝に銘じておきましょうね。ということでまとめ、天罰因果応報が持つ本当の恐ろしさ5選。1つ目、人を傷つけた人の周りからは人がいなくなる。2つ目、罪悪感に苦しめられる。3つ目、幸せを失う。4つ目、時間差がある。5つ目、自分に返ってくるとは限らない。以上5つ、因果の法則は厳然としてね、その本人の人生に現れるということについてお話しさせていただきました。4つ目にご紹介した時差と5つ目の前世からのカルマというお話っていうのは、まあ、内容的にねちょっとかぶっていたりもするんですけれども、ここで言いたいことっていうのは、早かれ遅かれ蒔いた種というのは、その種を蒔いた張本人が刈り取る運命にあるというのが因果の法則だということをね、ぜひ覚えておいてくださいませね。でもやっぱりね、どうしても天罰が下ってほしい人には罰が当たらなくて、あんなにいい人なのになんで不運なことばかりがついているんでしょうかなんてね、不思議でたまらない、そう思われる人もいらっしゃいませんでしょうかね。悪事を行った報いやその結果は現れるには時間差があるということもわかるけれども、でもやっぱり納得できないなと思われる方もいらっしゃることでしょう。それに実際ね、真面目に生きている人が苦労して、どうして道徳に反しているような人がね、何事もなく生活を送っているの？それどころか意地悪な人とか、人を騙して人を踏み台にするような人がどうして楽しそうに未だに生きているんだろうかみたいなね、そんな疑問とかね、モヤモヤした釈然としたい気持ちをね、抱えていらっしゃる、そのお気持ちもよくわかります。そこにはね、これまでの理不尽なことをされた経験っていうのがね、皆さん終わりだからなんだと思います。一方では人に迷惑をかけながら傲慢に生きている人は天罰などあるわけはないなんて思っていますのでね、自分の感情が赴くままに傲慢な振る舞いをしているんだと思います。そんな人はね、目立つし罰が当たらないように見える人がたくさんいるのも事実ですよね。じゃあどうして罰が当たらないんでしょうか。それは今はただ泳がされているだけだからなんですよね。これも時差です。まあ、言い方を変えますと、より深い気づきを得るために悪行を積み重ねる時間を取られているということが考えられます。まあ、これはね、私たちの人知では及ばない視点なんですけれども、その本人がこの世に魂の未熟な部分を正すためにね、今のこの人生を日々過ごしているわけなんですけれども、魂の持つカルマ、その人が背負っている悪意に気がつかせて、その人から完全にその悪意を消し去るためには、今ちょっとしたことで罰が当たっては気がつかない。なので悪意はいけないことなんだということを、もう魂からね、身をもって経験させられているという捉え方になるようでございます。ちっちゃな罪を積み重ねていって、それが大きくなった時にネガティブな出来事としてその人に降りかかってくる、その結果をもってその人は初めて気がつく、そうさせるために今はあえて泳がされている、悪意を積まされている時間なんだということは考えられます。10人いれば10人がそうではないんですけれども、その人にとってはそれが必要な時間でもあるという考え方もあると思います。その人にとってはちょっとした悪行で改心できるほど小さな業ではないっていうことですよね。業が深ければ深いほど大きな天罰が当たるのも、これ因果応報でございます。天罰が当たっていないように見える人っていうのは、よっぽど業が深い人なんだと思ってください。その結果は来世に引き継がれることもあるということをね、皆様ぜひね、知っておいてくださいませね。
悪い種をまいた人には悪い出来事は結果として降り注がれる。これが因果応報の法則でございます。罰が当たるのは身から出たサビでございます。そこで大切なのは、天罰のような報いを被ることがあれば素直に反省をして、その時点から自分の言動思考を変える、そして見直しを行うことでございます。悪事には悪事なりの学びがございます。気がついた時がタイミングです。実はそのタイミングに気がつけるというのもね、自分自身の器によるもんでございます。つまり自分で気がついて善行を心がけようと思えば、いつからでも、その時点からでも善行はできるもんでございます。悪いことをしたら悪いことは返ってきます。悪い出来事として悪いことが返ってきた、その時に初めて深く反省するもんですよね。天罰を与えているのは神様でも仏様でもありません。天罰が下ったのは全て自分自身の過去の行いに原因がございます。この因果の法則をご理解いただけたならば、悪い出来事が自分の目の前に結果として現れるのを待つまでもなくね、今ここから善行の種まきを、まず一粒の種をね、まいていく、そのスタートを切りましょう。これまで過去に積んでしまった悪行の解消というのは、今ここからのあなたのその言動に全てかかっております。本当の意味で怖いのはね、これまでバチなんて当たったことがないよなんていう方でございます。それは逆に、それだけ長い間悪行を溜め込んでいる可能性があるわけですからね。また逆に、私はすぐにバチが当たるという方はね、即清算されてカルマの解消ができている人なんだとも思います。それはある意味順調な人生を送っているとも言えますよ。因果の法則をしっかり意識なさって、善因善果という一つの悟りの道に入られることをお勧め申し上げましたね。今回の話を終わりにしたいと思います。世の中は全て因果の法則で成り立っておりますからね、それは肝に銘じておきましょう。はい、ということで今回の話は参考になったよと思われて、そこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また今回気がつかれたこと、実践してみようと思われたこと、あるいは改善してみようと思ったことなどなどね、ぜひね、コメント欄にアウトプットなさってみてくださいませね。自分のその思いを文字にされることで、内容をしっかりと自分の魂に刻み込んでいくことができます。そして魂磨き開運と守護庫、こちら絶賛発売中でございます。ご購入についての詳細は概要欄に貼ってありますので、ぜひね、チェックなさってみてくださいませね。それから個人的にご相談やご祈祷などご希望の方は、新成寺のホームページ、お悩み相談という項目から直接メッセージを送ってくだされば幸いでございます。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。